栃木が好きすぎるシンガーソングライターの佐藤ひろこです。突然ですが、これなんだかわかりますか？そう、かんぴょう巻きです。栃木県はかんぴょうの生産が日本一、しかも国産かんぴょうの 98% が栃木県産なんです。私はシンガーソングライターとしての顔を持ちながら、かんぴょうの大使、そしてかんぴょう福部振興の会の理事をさせていただいています。そんなかんぴょう、どうやって作られているか気になりませんか？今日はかんぴょうができるまでの工程が体験できちゃうというイベントに参加したいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツーかんぴょう。今日のイベントどうですか？やれるかどうかドキドキしてたんですよ。でもみんな来てくれてよかったです。わあ、すごい、見てください、この美しい緑、これがかんぴょうの原料、福部の畑になります。鼻の下に小さな福部の赤ちゃんがついているのが雌花になります。これがこれくらいになって収穫します。あいだ、かわいい、取ってほしい、もう取ってほしいの、取ってほしいそうです。はい、よいしょ、取ったぞ、よいしょ、頑張って。じゃあ皆さんこっちに来てください。このヘタをまず最初に取ります。じゃあこれを一つ見てみたいと思います。気をつけてね。はい、せーの、えい、棒で刺していきます。ここ、ここの金具にはめる。ドス、ドス、あ、ずれてる、ずれてました、またダメだった。難しい、これが本当に、はい、ありがとうございます。じゃあ軸を真ん中に調整してもらったので、早速皮を剥いていきます。えい、手前に引いて上げる。食べられる紐っていう感じかもしれないけど、そこには農家さんや生産者の方が本当に時間をかけてたっぷり愛情をかけて作ってるっていうのをぜひ皆さんに知ってもらいたいと、そんな風にかんぴょう大使思います。